りあえず前に進んでみるか。一応ここ降りれるけど、よいしょ。ここはまだ明るいね。こっちは？こっちは開かない。地下へ続く道か。これも扉が閉められてるもんな。こっちじゃないのか。反対？待って、あのおっさんいいんじゃん。徘徊してるの。ちょっと待って、一回隠れよう。いや、これまた別の人か、同じ人か。ちょっと待って、あれ避けながら行かなきゃいけないの。やばいな。これが患者なのかな、彼の。ああ、この人生きてるけど、なんか足拘束具つけられてるし、危うく主人公もそうなるところだったのかな。うわあ、これ手術台？みんな足を、おい、寝てなさいよ。あ、やべ、やべ、叫びが聞かれたのか。やばい、そっちじゃない。閉める、とりあえず閉める。逃げろ。そうか、声でバレるわけか、どこに自分がいるかって。とりあえず隠れて、ここに隠れよう。なるほど、そういうことか。大丈夫か。あ、来た、そこいたな。何、ということはあの人は医者、まあかっこ医者で患者を見回ってるってこと？あ、いや、バレる。あれ、ここを早く抜けないとやばい。こっちは？よし。こっちはトイレだけど、ちょっと閉めとくか。何もないように。何もないよな。オッケー。こっちは？こっちも何もなし。怖い。こっちも何もなし。ってことはあの部屋戻んなきゃいけないの？追っかけられるのはきついよ。一応そこに扉あるけど、これ開くのかな。開いた開いた。おい、見つかる？視力良すぎるやろ。そっちじゃないし。よいしょ、逃げろ。なに、おっちゃんどうやってきた。ちょっと待って。あー、ダメだ、捕まった。グロいよグロいって。実はですね、前回パートからは およそ1週間経ってのプレイなんで、やばい、結構ね、操作感ももちろん映像のグロさもちょっとね、また耐性がなくなったね。うわー、ちょっとこっちはトイレだけど、初めて来るトイレか。何もないね。何もない。
やっぱりとりあえずあれか、鍵を探すべきなのかな。さっきエレベーターとか、ね、特に患者でも何も持ってる人はいなさそうだけど、あれまた叫ばれるんじゃないの？一応しゃがんでいくか。これあの真ん中の人がね、さっき大騒ぎしてお医者さん飛んできたもんな。ああ、やっぱりなの、やっぱりなの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。 Motherfucker, try it! Try it! 大丈夫か、聞いてなさそうかな。あ、来た。あ、やっぱそうなんだ、誘われてくるわけだな。え、バリー、え、バレてる。うっそ、うっそ、うっそでしょ。ちょっと手走、嫌だ、嫌だ。ああ。産地削られるよ。まだびっくり要素より燃えかけられるの怖いよ。ダメだもんな、こっち行けないもんな。どこなんだろう。ここか、これ。そしてあのエレベーターマークは左に向いてるな。こっちだもんね。ここ行けるのか。あ、行けた行けた。え、けどこれさっき俺が入ったところでしょ。でエレベーター、ん、この近くにあるのか。これさっき来たところだもんな。めっちゃ睨んでますがな。あ、こっちはいけない。いや、殺してくれっつったってね。侵入取材来ただけだからな俺。こっちではないと。じゃあやっぱりさっきのここの周りに仕掛けがあるのか。こっちだね。あそこの奥のドアにもあんだよな。待って閉じる。来る。あ、来てる来てる来てる。ダメだダメ。おい、よし、ここに来たの。大丈夫だ。あ、逃げ切った、逃げ切った。あ、じゃあ今回はあいつをかわしながら行かないとって話か。やっぱ見つかったかな。大丈夫かな。逃げ切ったっぽい。うわーい、相棒じゃねえ、相棒じゃねえ、なった覚えねえ。逃げる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 。絶対あの奥なんだ、怪しいの。絶対的に怪しいんだよ。よし、一旦こっち開いて開いて、ここに隠れて。もうこの追いかけっこやだよ。
やだよこの追いかけっこ。音はしてんだもんな、ずっと。あっち行った、あっち行った、あっち行った。さっきのさ、線がされてるところまでとりあえず行かないとしょうがないな。その先でしょ。いるいるいる、先生いる。あの人がどっかとりあえず行ってくれないと。いや、こっち向かなくていいよ。え、もしかしてこっちまで来る？え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。来ないよね。うわ、やべ。え、ちょっと待って。え、ダメ？一応これ隠れてるつもりなんだけど、ここで。あ、大丈夫みたい。行ったらいいわけだ。全然どっか行ってくれないんだけど。どうしなの、どうしなの。来るのか。あ、バレてるんだ。これは突き切るしかないかな。さっきと同じようにわざとバレといて。よいしょ、よいしょ。OK、OK、OK、OK。で、降りてからダッシュ。絶対後ろついてきてる、絶対ついてきてる。足音するもん。無理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 。来てる来てる来てる。え、だから扉、扉が。え、扉なくなってない？先生壊したってこと？自分で扉ないんですけど。ここ閉めて、これとりあえず1段あさった。ちょっと俺、あの奥の部屋行ける気がしないんだけど。こんな先生と鬼ごっこしたくないんだよ俺。先生の裏を取るようにしよう。ここで先生中入ってるから、ここでこやつを。よし、押して押して押して。よし、オッケー。よーし、やっとちょっと切り抜けてたけど。おやめて、もうやめて、もう産地ないって。ここはトイレじゃないな、更衣室か。特に何もなさそう。ないね。お、なんかある。お、バッテリー、ありがたいね。バディー、え、なに、なに、なんで、なん、な、ちょっと、どうして、ちょっと、やー素でびっくりしたじゃん、もう。なんでいんのよ
あーしかもあれ取れてない状態だし、なんでバレた？あれ、おー、ダメ、先生いる。ここ扉ないのか。さっきと同じ戦法であそこまで越えるか。でまたあの人叫ぶと思うから、おー慣れない。何回叫ばれても慣れんな。いや、あのハサミやめろって。あのハサミやばいな。あっち行った。いや、そこへ行くんだ。ああ、探してる。いやー、えげつないこと言ってるぞ。とりあえず、先生、目が歩いてるんだ。その間にここ開けて、あ、この状態でもうバレてんだ。閉じる。で、さっきそこで戸惑ってたからダメだったんだ。あ、コンダクトある。ダクトか。よしよしよし、これでなんとか逃げ切った。ふぅ、このさ、音楽と相まってやばいね。これどこで、とりあえず降りちゃったけど、降りちゃったけど、ここどこだい。うわ、血降りつてるよ。こんにちは。はい、ドキュメントか。新しいドキュメントだ。はい、移動願い。2月前より移動願いを申し出してますが、回答いただいておりません。これが3度目のメールとなります。これ以上マントシップ精神病院で働きたくありません。はあ、デビッド・アンナプルナ、従業員の方のお話かな。確かに明らかにおかしいもん。肺病院になってからこんな風になったっていうわけじゃないでしょ。元から営業してた時からここで何かあったのか。この部屋なんかある。いろいろ物は散らかってはいるけど、あ、これ隠れるか。うわー、外に出たい。すんげー大雨だ。こっちは封鎖されてるね。さっきの先生が多分出ないだろうと思っても相当怖いな、これ。こっちの部屋はまたこれも、あ、これはさっきのトイレか。はい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 。ってことはもう出るしかないのね、ここね。はい、行きますよ。こんにちは。あ、お、あれは鍵じゃない？お、エレベーターの鍵ゲット。あ、なに？なに？なに？え？え、あれ先生やない？先生？うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、待って待って待って、上がるとこなんもないよ。来んのかな。あ、来た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 。こんな
のとこまで追ってくんの？いや目線合ってる気がする。こっち来んなよ、こっち来んなよ。いや探してらっしゃる。いやそのハサミはやばいって。デフォーで何徘徊するようなんの、あの人。じゃ今のうち行けないか。走れ。あ、バレた。行け行け。どこだ。さっきのあれなくない。あ、こっち行き止まりだけど。いや、ダメだ。こっちはダメだ。そこ、風なんで閉まってるの？さっき開いてたとこちゃうの、あれ。うん、来てる来てる来てる。閉めて。とりあえず、一回どっかに隠れるか。こう隠れよう。今は見逃してもらったようだね。うわぁ、また探してる。おそらくさっきの、やばくね。うわぁ、見つかった。うっそ、やばいやばいやばい。さっきのところを開ければ、開けちゃった自分で。違う。開かない。やばい。さっきの自分で開けたけど戻ったね。何あれ。あそこを開ければエレベーター室に行けるはずなんだよ。そこまでなんとか生き残りたい。ほうほうほう、押せ。よし、オッケー、いった、脱出。ああ。いけた。え入れてんじゃん。なんで。ちょっとヤバくない。あ、ありゃー、これは因果応報というか、なんというか。うわ、これどうしたらいいんだ。これが、よし、あ、これで先に進めるようになったね。よーし。